まあ、皆さんの恐怖体験と申しましょうか、まあ、最近あるいはこれまでで一番でもいいんですけれども、怖かった恐怖な経験って。私結構リアルな話なんですけど、中国に撮影で1ヶ月、9月ぐらいに行ってたんですけど、その時に泊まってるホテルで一人で寝るのまあ怖くて、で女のメイクさんの部屋に行ったら、なんかその後にこうコン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 って誰かが来て、で私マネージャーだと思って、で一回寝たふりして そしたらまたコン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 って来て、でなんかすごい急用なのかなと思って出て、そしたら誰もいないんですよ。そんで帰ったらそのメイクさんがすごい青ざめてて、なんかさっき私の前の部屋の男の人がずっとその本当に隙間からその自分の部屋のドアを開けて覗いてたんだよねって言われて、リアル覗き目？リアル それでその後、すごい怖い、やばくない？って言って寝たんですよ。そしたら本当にピンポンピンポンピンポンとか部屋の電話がずっと鳴って、で2人ですごい怖くなって、とりあえず電話の、コンセントっていうんですか、あコーれをドを抜い抜いて、て、そんで何分かおきにコンコン来るから、さすがにお腹だったんですけど、マネージャーを起こして、でちょっと本当にやばいから部屋に来てって言って、でマネージャーが来て、でそれからも何回かコン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 来て、でマネージャーがその窓から、窓っていうか何ていうんですか、覗き穴から覗いたら、本当に男の人が仁王立ちで立ってたんですよ。で多分酔っ払ってたと思うんですけど、部屋を間違えいや部屋を間て。違えてないの、リアルに。でもさ、そんな怖い体験本当にするんだなと思って気をつけようって思いました。で、誰気だっをつたの、けてそれ。酔っ払ってる中酔っ国払っ人。てる中国人。